ラム軍は、アメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は13,977人であり、2000年の14,709人から5.0%減少した。軍庁所在地は、リトルフィールド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は、 サンジャシンとの戦いで戦死したジョージ・エラムにちなんで名付けられた。1975年から1983年までテキサス州会議長を務めたビル・ウェイン・ビル、クレートンの出身地である。ラム軍にある歴史的なトリプルアロー牧場は、軍政委員会の判事ウィリアム・エイ・アンダー・アソン・ジュニアと、その妻れのラジオ・トンプソンが所有している。リトル・フィールド市中心街にある、 ラム軍図書館、リトルフィールド市の、ラム軍、リーダーニューズシャラム軍は1876年に、ベア軍から分離して設立された。軍名は、テキサス革命の三者信との戦いに参加した軍人、ジョージ・エ・ラムにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1018平方マイルであり、 この内陸地1016平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.15%である。リトルフィールド市空港が、リトルフィールド市中心実業街の西3海里にある。ラム軍隊駅兵記念ヒリトル軍、農協国物つ倉庫以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。